守りの隠されたメッセージって何？せっかちゃんはそのお守りはどのように聞いていますか？もし、何か辛いことがあったり、苦しいことがあったら、俺のことを思い出しながら願うといい。俺だって神だ、ご利益があるかもだぜ。なんて言いながら渡されたわね。以前のご主人らしいですね。あとは、そのお守りは体から話していると意味がないから、極力話さないでね。って言われたわ。やはり肝心なところは何にも言ってないですね。肝心なところ。そのお守り、本当の名前は、誓いの証、という宝石なんですよ。誓いの証。強い思いでご主人を思い、ご主人に一生を尽くすという誓いに偽りがないと判断されたとき、証が所持者の体内に入り、自動的に専属神に承認させる宝石なんですよ。それってつまり、はい、ご主人はせっかちゃんを専属神にさせるつもりでした。パパ。だけど、当時私は反対したんです。専属神になれる人数には制限がある。それを力の持たない人を選ぶなんてありえない、って思っていました。そうね、私だってそう思うわ。だからこの、誓いの証は私とご主人を納得させるのにちょうどいいと考えました。だから本当のことを隠して、私にこのお守りを渡したんだね。はい、でもおそらくそのお守りが壊れるのも時間の問題。私はさっきのせっかちゃんの言葉でそう実感してます。時間の問題。私はせっかちゃんに専属神になってほしいです。だからこれはアドバイス。メリアちゃん。ご主人が目の前に現れたとき、本当の気持ちを嘘偽りなくご主人にぶつけなさい。嘘偽りなく。はい、それが専属神になるための最後のトリガーです。それって答えじゃ。言ったでしょう。私はあなたに専属神になってほしい。専属神ナンバー3、式石化としてご主人のそばにいてほしい。わかったよ、メリアちゃん。私は本当の気持ちをちゃんとパトに伝える。そのためにオーブを絶対に手に入れよう。そうですね。ご主人が戻らないと元も子もないですからね。さて、休憩は終わり。さあ、行こう。そうですね。頂上まであと少しですよ。毒を受けてるくせにすばしっこいやつね。ねえ、聞いていいかしら。敵に質問か。いいでしょ。むしろもう数分は戦ってるんだからお互い休憩ということで。のんきね、いいわ、質問1回くらいの休憩なら。あなたって毒虫で序列はいくらなの？私は毒虫のナンバー5よ。もともと何人いるか知らないけど、結構強い方なのかな。そうね、だいたい真ん中くらいね。よかった。よかった、何がかしら。あなたで真ん中なら毒虫も大したことないなってね。手厳しい評価ね、まあ、まだ私自身本気を出していないのも原因かもしれないわね。へぇ、まだ上があるんだ。第2オーラも使用してこれくらいが実力だと思っていたでしょう。そうだね、でもすごく高いと思うよ。でも戦闘力がそのまま実力に反映してない。私でもあなたの相手になってるのがいい証拠よ。ならあなたは私の本気を見たいっていうのね。そうね、長い時間かけてあなたと戦うくらいならお互い本気を出して早く決着を決めたいわね。そう。早っ。私にはありきたりなパワーアップは存在しない。私専用の武器など存在しない。あるのはこの羽と毒のみ。まずい、敵が近すぎて、風を起こす準備か。あらゆる毒を生成する能力。羽が大きくなると、毒性が弱まり、破壊力が増す。羽が小さくなると毒が凝縮され、攻撃が弱まり、毒が強くなる。はは。聞き出したか、これは私の中では最高峰の毒でね。安心しな、もう数分もしないうちに気を失い、そのまま死ぬ。ふん。気持ち悪い。吐き気が。さよなら、小さな獣さん。あなたとの勝負、久しぶりに楽しめたわよ。私、このまま死ぬのかな？それは嫌だな。さて、数名この先に行かせてしまったから、一匹残らず駆除しないと。なんだ？何が起きた？なぜ背中が痛い？血が溢れ出る？誰に襲われた？反撃しないと、あれ？動かない？羽が。動かない？待って、月通が。痛い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 、飛べない、毒が抜ける。力が、うず。うわー。一体誰が？お前、なぜ私の羽を加えているのだ？答えろ。答えろと言ってるんだ、このガキだー。うわー。なぜだ、なぜ毒に侵されている状態でそこまで動けるのだ。まずい。
なぜこっちに来る？美味しそう。私を、食べるつもりか。お前。ロカちゃん、危機第二解放まで行ったかな。もしそこまで行けたならロカちゃんが 100% 勝ちますね。あの危機第二解放は詩人の中でもどう猛で最も野生に近い。だからこそ、持つ力を 100% 無駄なく容赦なく振るう。うわぁ。ごめんなさい、私が悪かった。だからもう許して。ほら、私は羽がないと毒が生成できない。もうあなたに対抗できないの。ほら、証拠に戦闘力がかなり下がってるでしょ。さすがの私でもこの高さから落ちたら死んじゃうよ。まずい、このままだと本当に死ぬ。どこが美味しいかな？こいつ、今まで見てきた中で一番狂ってる。くそ、苦しんで死ぬくらいなら。残りの魔力を着陸に全力を注げば命は助かる。あいつもここまではついてこない。最初からこうすればよかったんだ。嘘でしょ、なんでここまで。待て、ここでとどめを刺すつもりか。そ、体の自由が。私が、こんな子供に。ロカー、もう足でまといでいてたまるかよ。少しの間おとなしくしていろ、ガレンの力。ここで8号付近だね。ここまで来ても月下ちゃんの気配はなし。とりあえず先へ急ごう。あそこか。逃がすか。少し効いたぜ。くおう、なかなか強いじゃないか。妙だな、目の前のやつの戦闘力誰だと。後ろのやつの戦闘力も100億くて。ありえるのか。お前ら、あの白い髪の女の仲間か。結果お姉ちゃんのことか。おそらくそうだ、聞こう。あいつはお前の中で何番目に強かった？一番強かったですよ。お前が月下お姉ちゃんを知ってて無傷でいるということは。ああ、俺がその女を殺した。絶対に許さない。悪いな、俺は物理やありったりな能力で倒せる領域をすでに超えちまってるんだ。どうする？二人で挑めば勝算は高い。けどそうすればオーブは間違いなく敵の手に入る。この人が私たちに挑むということは、再生でも探している人が一人以上いるということ。ならここで二人が仮で戦っていたら意味がない。可能性を考えたら、私より月下ちゃんの方がある。仕方ありません。月下ちゃん、ここは私が足止めします。メリアちゃん、無茶だよ。相手は20億で私の氷をものともしてなかったんだよ。私たちは何のためにここまで仲間を残しながら来たと思っているの。あなたはここでみんなの意思を裏切るつもり。そんなことは。行きなさい、そこにあなたが欲しかったものすべてがある。行かせるとでも思ってるのか。ご主人をお願いします。メリアちゃん、待て、私はメリアちゃんに任された。あのメリアちゃんに、本当は誰よりも先にパパを救いたがっているメリアちゃんが私に頼んだ。その気持ちを無駄にするわけにはいかない。わかった、必ずパパを救ってみせるから。もう私一人しかいないんだ。メリアちゃん、月下お姉ちゃん、オウカ、ロカ、カナメくん、みんなの協力、絶対に無駄にしない。月下ちゃん、オウカ、遅れちゃったね、早く行こう。どうやってここまで。私たちの最強のお姉ちゃんが連れてきてくれたの。月下お姉ちゃん、言ってたんだ。さあ、早く行こう。数時間前に毒虫の一人が先に行ってる。時間の問題だ。って月下お姉ちゃんが言ってたよ。そう、オウカ、私たちで絶対にパパを助けるわよ。うん。さて、お前をここで口出しにして、さっさとさっきのガキを追いかけるか。ふふ。何がおかしい？虫風情が何を調子に乗っているのかしらね。なんだと？いいわ、この私じきじきにあなたをひねり潰してあげましょう。どうした？ここまで侵入を許したんだ。実力を見せてくれよ。あなたに一つ教えてあげる。戦闘力で相手を判断すると痛い目に遭うわよ。なんで？戦闘力0でも虫を踏み潰すくらいなら何の問題もないってこと。無事でよかったです。月下ちゃん、さて、リベンジマッチといきましょうか。さて、このタップに勝つことができるかしら。心強いわね。さあ、行くぞ、毒虫。Thank you.
視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。